ウェスレアン・ホーリネス教団習志野キリスト教会の牧師をしています山田泉です。今日の聖書の箇所はエゼキエル書22章1から16節、タイトルは神の忍耐が尽きる前にです。エゼキエル書を今日もご一緒に読み進めてまいりましょう。そして神様は何に怒っておられるのか、それは何が原因なのかをご一緒に学んでまいりたいと願います。エゼキエル書22章1節から16節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか。それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう仰せられると言え、自分の中で血を流して自分の刑罰の時を招き、自分の町に偶像を作って自分を汚す町よ、お前は自分の流した血で罪に定められ、自分の作った偶像で身を汚し、自分の刑罰の日を近づかせ、自分の刑罰の年を越させた。だから私はお前を諸国の民のそしりとし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も遠くにいる者も、名の汚れたひどくかき乱されたお前を嘲笑う。見よ、イスラエルの君主たちは皆お前の中で暴力を振るって血を流している。お前の中では父や母は軽んじられ、お前のところにいる在留異国人は虐待され、お前の中にいるみなしごやヤモメは虐げられている。お前は私の聖なるものを蔑み、私の安息日を汚した。お前のうちのある者たちは血を流そうと他人を中傷し、ある者は丘の上で食事をし、お前の中でみだらなことをした。お前の中では父が裸を表され、お前の中では触りのある女が犯された。ある者は隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者は嫁とみだらなことをして身を汚し、ある者はお前の中で自分の父の娘である自分の姉妹を辱めた。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を虐待して利得を貪った。お前は私を忘れた、神である主の見告げ。見よ、お前が得た不正な利得とお前の中に流された血のために私は手を打ち鳴らす。私がお前を罰する日にお前の心は耐えられようか、お前の手は強くありえようか。主である私がこれを語り、これをする。私はお前を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れを全く取り除き、諸国の民が見ている前でお前に譲りの地を与える。この時お前は私が主であることを知ろう。預言者エゼキエルが活躍した時代は紀元前597年第一次バビロン捕囚が行われた前後です。この時エルサレムの主だった人々はバビロンに連れて行かれました。この時の南ユダの王様はゼデキヤという王様です。彼はこの困難な時を何とか我が身と我が国をこれ以上の
痛みから守りたい、とどめたいと、その願いをバビロンと同盟を結ぶということで計画を働かせ、またそのようにしたんです。世渡りのすべとしてこの世の力に屈するということはどのような状況をもたらすのでしょうか。この世にあって少しでも平穏に暮らすためには仕方のないこと、そう思って信仰と相入れないものと組みする生き方はどのような結果をもたらすことになるのでしょうか。2節をお読みいたします。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか。それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう仰せられると言え。こんな言葉から今日のテキストは始まります。そしてその後、まさに目を覆いたくなるほどの悪行の数々が列記されていくわけであります。エゼキエルが神様に立てられて、そして神様の警告を伝える、そのことを命じられたこの時代は、ユダの王ゼデキヤが先ほども申しましたが、バビロンに隷属するということを選ぶわけです。そしてそのことはこの国民を信仰の道から大きく外していくという、その結果をもたらしていきました。異国の国に隷属することですから、その異邦人たちがその異邦宗教に行われている儀式、例えば偶像礼拝の儀式で幼児を犠牲にするということを強いるなら、イスラエルもまたその儀式を行わずにはいられないのです。それゆえにエルサレムは流血の町と呼ばれたと言われています。またこの手立ては父母を軽んじることにも至り、在留国人を虐待した、また自分たちの本来礼拝する安息日ということまでもないがしろにされていったのみならず、人の悪口とか誹謗中傷とか、そして性の乱れ、金銭の不正、またそのことを通して弱者に対する虐待などなどのですね、本当に悪の輪がとどまることを知らずに広がっていったことが今日のテキストにとてもよく書かれています。皆さんはお気づきでしょうか。ここに挙げられている具体的な悪の行為の一つ一つは、あの出エジプト記の後に与えられた実戒の律法に当てはまる内容なんですね。少し実戒を復習してみたいと思います。1から4回は誠の神様だけを神様にしなさい、神様を刻んではならない、刻んだ像を作ってはならない、そして不遜な態度をとってはならず、そして安息日を心に留めてきなさいというものでした。5回から10回はあなたの父母を敬いなさい、殺してはならない、姦淫をしてはならない、盗んではならない、偽証してはならない、臨時のものを欲してはなりませんよというものでした。まさにここで印連なれました、悪の技が実戒のすべてのこととぴったりはまるということを私たちは見るわけです。私たちの神様との関係がそのまんまこの社会に生きる私たちの道徳や倫理、その大敗と腐敗につながっていくんだよということを見せられているんです。誠の神様と私たちの関係がどうであるのか、
このことは社会正義や、そしてその中に生きる私たちの在り方と非常に深く関係しているんです。密接なことなんです。一人一人のクリスチャンが今日どのような信仰を整えて生きていくのか、神様とその関係をきちっと整えて生きるのかということは、クリスチャンが今日社会を生きるときにその生き方がどのようであるかということに誠に深く関係しているというのです。今日の信仰の状態と今日の生きる状態とはつながっているんです。朝神様の前に出て信仰を整えるということは、それがどんなわずかであっても小さなことではありません。私たちの一日が豊かでありたいと願うならば、それは神様との関係をきちっと整えるということにその鍵があるのです。あなたは神様と正しい関係にありますか？曇りがかかっていたり、ズレが生じたりはしていませんか？神様とあなたの信仰の関係にズレがあったら、あるいは曇りがかかっていたら、あなたの行動は必ず悪にとらわれることなくあることはないのです。その悪に対して神は裁かれる。それが今日見た聖書にはっきりと書かれていました。神は悪を退けずにはおられません。ですから私たちは今日も日々聖書の前に座し、御言葉に聞き、神との関係を整えることを大事にしていきたいと願います。お祈りをいたします。天の神様、神様と私とがまっすぐに向き合い、語り合い、交わり合う正しい関係にありますように、御言葉を持って祈りを持って今日の私の信仰を整えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。